もの今日はね、なんか、あ、今日ね、なんだっけ、カンガルーの肉食べた。美味しかった。でもなんか悲しい気持ちになった。私オーストラリアで野生のカンガルー見たんですよ。だから悲しい気持ちになって、え、私カンガルー食べていい？自分のトップがくるくると、佐古さんのツーショット、え、嬉しいよ。私この前というか花だれ公園の日、佐古さんに遊びに行きましょうって誘ったけど佐古さんも優しかった。ずっとポンポンしてくださってた。ゆっくりして、ありがとう、優しい。優香の愛深すぎてやばいんですけど、どうしたらいいですか？いや、もう1万マイル100万マイルまで行っちゃいましょう一緒に。京子さん結婚してありがとう。やだけど考えたくね。今日のお昼に東井さんを解放しました結構長めの拘束だったな。いや、楽しんでくださったようで。あ、でも元旦公演はちょっと多分皆さんに心配をかけてしまった。私は楽しんでないって思う。くるくるファンはくるくるファンは花の公演多分楽しんでないよね。楽しめてないよね終盤の追い込みくるくるらしくて、いや、くるくるらしいだろ。くるくるギリギリで生きてるから元旦から生くるくる会で最高だった。よかった。クルインパス明けおめ、ありがとう。見えてたよ。みんな普段前髪ありが多い。くるくるは公演後のメンタルからよくメール100通チャレンジするやるとこまで切り替え、ほんまに切り替えてすごい。くるくる、ももちゃん、待って、ももちゃん久しぶり。ももちゃん、 なんだ、ももちゃん、ももちゃん好き。大園桃子さんももちゃん、お、朝一気に100通メール読んだ、ありがとう。くるくるの すごさディスカウントした、嬉しい。30分かかったのか読むのに。でも30分なのか、くるくるなんか5、6時間かけて送ったいやでも読んでくれて嬉しいよ。羽子板は髪型の横に置いた。これでくるくるの運勢アップ、我ながら完璧やで、ありがとう。そう、待って、カンガルーの肉、カンガルー美味しかったよ。でも普通の牛肉って感じだったんだけど、カンガルー美味しかった。これは12月のカンガルーですかってちゃんとお店の人に聞いて確かに、今日食べたから12月のカンガルーかもしれない。歌えばよかった生駒さんみたい、嬉しい。佐古さんと仲良くしてね、おし、いや、仲良くしていただきます。ちょっと遊びに行ったら写真もちょっといっぱい撮りたい。サファリパークのレストランで出たカンガルーのお肉は食べれませんでした。それは辛い、それは食べれないよ、さすがに。今度の劇場版でくるくるとのツーショットが撮れそうなので楽しみ。そうだね、あのあれを買い、え、なんだっけ、なんとかなんだっけ、開放枠じゃなくて完売して、その枠も開けるように頑張ります。昨夜多くの先輩たちが配信でくるくる褒めてた。いや、もうありがたいですよ。全然ですよ、私もほんまに、ほんまにでもだったから、だって一回やったことがある立ち位置だから覚えておけば。1時間でゴズ中チャレンジやばいあ、でも昨日できたのか。アンコール以降の記憶がほとんどなかったとか言わない。いや、私もなかった。そんなことない。クルクルの楽しそうな乗ってる姿見れても嬉しい、本当に大西桃香さんとか平手友梨奈さんとか教える、えー、好きなんですよね、好き。あ、桃ちゃんって、あ、その桃ちゃんか。そう、大西桃香さん好きなんですよ、私。なんか好き、恋した次くるくるとさあ、リコチさんのメール取ってる人200通以上来てる、やばい。メール返信したら読んでくれる？もちろん読みますよ、もう全部読んでるよ。オーストラリア昔行って、今日は今福岡にいます。あ、感謝枠や、感謝枠開けるように頑張ります。あ、感謝枠開放を多分開放枠って言っちゃったんだ
待って、46分か。ありがとう、教えてくれて。書き初めをね、私なんて書いたっけ、私目の前の、あ、ちょっとチャンスをつかむって書きました。かっこよく、チャンスをつかむ。なんか飛躍系にしようと思ったんだけど、飛躍多かったから飛躍やめて、ちょっとそう、ツーショットオタクさん照れすぎてまたもの写真撮る。いや大丈夫、くるくるが落ち着かせて。写真撮りたい、 お写真。ユミリンさんも100通。え、じゃあくるくるとユミリンさんとリコチさんのメール撮ってる人300通来てるよ。え、岩田ひろさん200通マジ、すげえすげえ。あ、48分ありがとう。そうそう、じゃあ尽くしたよ。くるくるとお兄さんに撮る、ほんまに。え、全然ですよ、そんな、まだまだですよ。あの、いつかお会いしたい。きのこさん、レインボースターありがとう。オーストラリアの、あれ福岡。待って、オーストラリアと福岡混ざっとんじゃけど。どうしたらいい。ハッシュタグクシマクロ全部読んでるよ、全部読んでるよマジで。それスクショタイム、スクショタイム、スクショタイム。じゃん、自分の言葉で書いて素晴らしい、ありがとう、そう言ってくれて。大西桃花さん風できない、あんな可愛くできないな。ラベラベさん可愛い、ありがとう。きのこさんグー、ありがとう。マスタカさんお餅ありがとう。りょうさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。センツや、センツやばい。くるくるネガジョ可愛い、よかった。文字も可愛いから。チャンスのチドジが一番大きくて気合いが上がって、ウケる。ちょっとでかく書きすぎたよ、チャンスのチ、チャンスって感じになっちゃった。車ドンのポーズ、いやもう話かい、もう褒めに来て、おしりさん尊い、ありがとう。それではそろそろ壇上読みたいと思います。公演終わりのテンションでメールへの返信を書いたのを改めて見たら恥ずかしいこと書いて消した。いや、そう思うの分かる、でも分かる、消したくなるよね、後から 見返したら。え、プライオリティカバーしたい、できるかな、私かっこよく。ほっぺで待って、お持ちポーズ、こうだっけ。それでは壇上読みたいと思います。あ、待って、虚無顔も。それでは壇上読みます。13位まっちゃんさんありがとう。13位まっちゃんさんありがとう。12位オロチさんありがとう。11位柏木正樹さんありがとう。10位みちおさんありがとう。9位きのこさんありがとう。8位えびちゃんさんありがとう。7位りょうさんありがとう。6位中村さんありがとう。5位おのぴーさんありがとう。4位くるりんぱさんありがとう。あ、合ってる、合ってる。え、5位オノピーさんありがとう。4位クロリンパさんありがとう。3位ツナマヨさんありがとう。2位花火師さんありがとう。そして1位はドゥルル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 。今日見に来てくださってありがとうございます。明日は朝配信か夜配信か分かんないから決めて送ります。あの予約入れておきます。夜だったらメールで教えます。皆さんありがとう。明日もよろしく。明日にはお話し会のやつ作れるように頑張るので頑張ります。おすすめの日、あ、そうだね、そうだそうだ、ありがとう、教えてくれて。旅行楽しみます。48タイムズ
のニューヒロイン賞をに入れるように今目指しているので、ぜひ投票してくださると嬉しいんですけど、でもショールームイベントが終わったばかりなので皆さん無理はなさらず、カッポイントが残っている方はぜひ投票してくださると嬉しいです。お願いします。それでは明日も楽しみます。サーヤンさんと同じ空気を吸いながらありがとう。おやすみ。Yeah.